藤井聡太さんに超えられた将棋ラノベ、主人公とヒロインの声優が結婚してまた現実に超えられるというのを見れたと思います。皆さん、竜王のお仕事というライトノベルは知ってるでしょうか。以前もね、藤井聡太さんが八冠を達成した際に取り上げたんですが、将棋を題材にしたライトノベルで、ジャンルとしては将棋ラブコメで、まあ、簡単なあらすじとしては、主人公の九頭弥一が16歳の若さで竜王のタイトルを奪取したものの、その後大スランプに陥ってしまって、でさらに女子小学生を弟子として育てるという作品なんですが、どうやら作者の人によると、竜王のお仕事を書き始めた頃は将棋界には絶対に破られないとされる記録が2つあったそうで、1つが神谷先生という方の28連勝、もう1つが屋敷先生という方のタイトル挑戦最年少記録だそうで、絶対に破られない記録だけど、ラノベとして現実よりもちょっと上の設定にするために、この2つのうち最年少記録の方を主人公に破らせるという設定にしたそうなんですが、どうやら最初の方はファンからの反応として、主人公の設定がザ・ラノベって感じでありえないだったり、将棋を舐めすぎじゃないかと設定のリアリティのなさを批判されたりもしたそうなんですが、まあ、しかしそこから藤井聡太さんが現実で大活躍していき、この絶対に破られないとされる2つの記録、2つともね、藤井聡太さん破っちゃったそうで、もうそれにより批判的な意見も手のひらを返したそうで、予言書とまで言われたそうですね。まあ、しかしね、藤井聡太さんがちょっと現実の方でね、強すぎちゃったということで、もうラノベの設定をちょっと盛るどころじゃないぐらいね、活躍して、もうラノベよりも現実の方がすごいとなってしまったようで、作者の方、もう俺ラノベ書かなくていいんじゃないかなと投稿したり、帯コメントで現実に負けるなと書かれたそうで、帯がめっちゃ煽ってきてて草と投稿したりもしていて、もう現実に負けてしまったラノベとね、言われたりもしてるんですが、まあ、そんなね、竜王のお仕事、さらにね、現実に負けてしまった出来事が起こったそうで、まあ、どうやら元日に声優の内田雄馬さんと日高里奈さんが結婚してね、結婚報告をしたんですが、このお二人、竜王のお仕事のアニメでね、主人公の九頭弥一の声を内田雄馬さんが担当していて、さらにヒロインの日向鶴愛の声を日高里奈さんが担当していて、で作中でもね、この小学生の日向鶴愛が九頭弥一の家を訪ねて弟子入りを申し出て、でラブコメ展開というか、見た感じちょいエッチ展開もあったんですが、まあ、そんな主人公とヒロインの中の人が結婚したということで、作者の人もこちらですね、この表紙が現実となったのであると投稿していて、二人がね、袴と着物を着てなんか結婚式みたいになってる表紙を紹介したり、竜王のお仕事は小学生の日向鶴愛、過去 CV 日高里奈さんが竜王の九頭弥一、過去 CV 内田雄馬さんの内弟子になり、愛ちゃんは弥一のことが好きだけど弥一は姉弟子と…って話なのに、声優同士の結婚という力技で現実から既成事実を作ろうとする愛ちゃん怖い、俺はこの先の展開どうすればと投稿していて、作者の人も驚いてるみたいですね。もうこれには竜王のお仕事マジで予言書すぎておもろいだったり、またこの小説現実に負けてる、将棋ラブコメ両方で現実に抜かれる、辰年で竜かぶりもすごい、このラノベなんて先を読んでるんだという意見がありましたね。まあ、ちなみに作者の方、頼むから弟子だけは取らないでと、藤井聡太さんがね、小学生の弟子まで取ってしまったらもう勝てるところがないということで、もう弟子だけは取らないでと投稿してるんですが、まあさすがにね、藤井聡太さんでも小学生のね、ロリ弟子は取らないだろうということで、もうこの点に関しては現実にね、負けないだろうと思っていたんですが、まさかの中の人が結婚するという別角度でね、現実に追い抜かれるということが起きてしまったんですね。まあ、といった感じで、将棋ラノベ、竜王のお仕事、また現実に超えられる、ということなんですが、まあ、現実もね、捨てたもんじゃないのかもしれませんね。もう現実では、藤井聡太さんがね、活躍し、主人公の内田雄馬さんと、ヒロインの日高里奈さんが結婚する、というもうマジでね、予言書みたいになってるんですが、まあ、竜王のお仕事、ラブコメ展開もあるということで、今後ね、アニメを見るときは、この二人の中の人は結婚してるんだよな、と思いながら見ると、よりね、楽しめるかもしれませんね。以上です。